いいんだね。ニコ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 笑っているよ。姉さん何言ってるんだい。小判がわざわざけねえだろ。笑ってじゃないか。それだな、きれいに磨いた小判にお姉さんの顔が映ってるだけだよ。どうりできれいだと思った。お姉さん随分しょってるね。ねえねえねえ、こうやって話が決まったんだからさ、お酒でも飲もうじゃないか。おいちょいと持ってくれよ。ついさっきここでドンブルだけ2杯飲んだんじゃねえのかい、そんな酒飲んで今言った話しかわってもらえねえだろうな。やしたくねえよ。たこたこ2杯の酒ぐらいでさ、話をぶち壊しなんかしゃしないよ。こんなことがあるじゃないか。酒は飲んでも飲まいでも勤めるところはきっと勤める。武蔵の神ってね。中止ぐらいできたもんか。あ、そうだったね。でもさ、お兄さん、もう私ほら、その用をさ、引き受けるのにこんななりゃいけないから、ちょっと紙もね、言い換えるのにちょっとお金これで受けとかないとね、お魚で受けちゃいけないから、まあそれ着物だってね、首吊りでもいいよ、借りてくるのにこれもう一両取ってるんだろ。そしてこれはちょっと年金のために。2両分で飲めるからね。斉藤、斉藤、早く出ておいで。はいはいはい、いらっしゃいませ。何言ってんだ、この汚い店にあるだけの酒持っといて。だからこそ、もんなしに売るお酒はありません。ほう、もんなし大変と言ってくれた。亀ならここに。あ、兄さん、あと金の5両も頼んだよ。任せておくれ。